初期だわ、大変だったね。結論は言わず
何を言ってるんだ。オッケー、オッケー、みんな撮りたくなったよ。でも今ので本当全然撮ってないけど。はい、ですね、ノタルはですね、ビレッジヴァンガードさんと、全国ツアーをただ回っているだけではなく、コラボ商品を開発して全国回ってます。あそこで、もう少なくなっちゃったね。売り切れでね。あ、ほぼ売り切れだった。あら、ありがとうございます。私たちはお菓子売りのアイドルです。もういいです、ノタでも覚えてほしいんですけど、お菓子を売ってるアイドルとして覚えていただければと思います。はい、で、その商品の第1弾が、はい、私、片瀬なるみがプロデュースしました一番アイドルの味がするチョコレートです。おいしい。そして、第2弾が、はい、私、佐藤遥プロデュースの一番舐められない飴。そして第3弾が、はい、一番ご飯に合うグミ、焼肉風味です。本当に良かったので、みんなご飯の上に焼肉のグミを置いてタレをかけて、よかったら食べてみてください。よろしくお願いします。お願いします。そしてね、第4弾が、はい、私がプロデュースしました、皆さんで一緒に行ってください、せーの、一番笑えるラス。また入荷したらグミとかチャレンジしてほしいなと思います。そしてこれお菓子だけじゃなくて、曲が、私たちの新曲がダウンロードできるカードがついております。で、第1弾、第2弾、第3弾、第4弾と違う曲が入っておりますので、はい、ぜひおやつ買って、はい、食べて聴いてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。それでは次の曲を聴いてください。セミシグレ。Thank you.
ら？うん、いいよいいよ。あ、ないんだ。うん、なんでやねん。なんでやねん。ゼリカ、なんでやねん。バニー、なんでやねん。ウサギ、なんでやねん。そろそろ飽きてきた？なんでやねん。もう曲いってもいい？なんでやねん。みんなで曲やりしてくれる？なんでやねん。それでは最後の曲いっちゃうよ。え？いや、今のは良かったんじゃない？知ってる人は一緒に声出してみてください。いきますよ、最後の曲聴いてください。きらめけスイートガール。
お友達になっていただくとメッセージがどんな風に届きますか、うん、